はい、こんにちは。今日は腕を太くする自重トレーニングを3つご紹介します。腕って言ってもこの二頭と三頭筋があるんで、今日はこの二頭の方ですね、初級編と中級編、上級編と3つ順番にご紹介していきます。最初にご紹介するのは、こういうディップスバーっていうのを使わないと、ちょっと二頭とかっていうのはもうダンベル使うか、こういうね、何か器具を使わないと難しいんですね。引っ張らないといけないんで。なので、最初初級編ですね。オーストラリアンチンアップスって言って、これちょっと動くんで気をつけてくださいね。斜め懸垂のことを言うんですけども、こう背中に効かせる懸垂、胸を張って肩甲骨を寄せるんじゃなくて、しっかり肘の曲げ伸ばし、二頭を意識しながら、これがまず最初のステップですね。これ10回3セットやるだけでもかなり腕に効いてくるんで、まずこれができてから次のステップに行ってください。続いては中級編ですね。先ほどのが10回3セット簡単にいけるなと思ったら、形ほとんど似てますけど、負荷がかなり上がります。足もっと前に出してあげて、腰を向き反りましょう。この状態で、おでこに向かって、バーが来るように、上腕二頭筋の力だけで、腰を一緒に持ち上げましょう。しっかり収縮、伸展。肘伸ばしきらなくていいですからね、負荷が抜けちゃうんで、これも10回ぐらい。おでこに向かってやりましょう。この段階でかなりパンプしてますね。これなかなかね、本当はこうスミスマシンとかあれば高さの調整が効くんでもっといいんですけど、なかなかねスミスマシンとかジムとかに行かないとないんで、まあ、自宅だとやっぱりこれね、1個あるといろんなバリエーションでできますから、これ今後もね、いろんなものを紹介していきます。ぜひね、あるといいと思います。ご紹介するのはヘッドベンジャーズって言って、通常の懸垂と違ってこれね、二頭も使えますし、腹筋もかなり使えますし、あと広背筋、背中もね、脇を締めてなきゃいけないんでかなり使いますから、懸垂姿勢を作って足を前に出します。この姿勢で上腕二頭筋だけを収縮させる。しっかりこう収縮、伸展、収縮、伸展、曲げ切らないといけないんで、これね、めちゃめちゃきついです。なんで自重トレでね、二頭に効かすバリエーションの一つとしてかなり上級者向けですけど、これもね、10回3セットぐらいできるようになると、だいぶね、腕、いい腕になってくると思います。はい、ということで、自重で二頭筋を太くするバリエーションの3つをね、ご紹介しました。今後も自重トレーニングもそうですし、僕はダンベルとかね、バーベルを使うウエットトレーニング、まあパーソナルトレーナーしてますから、そういうのもやりますし、リクエストください。いろんなジャンルで、ね、初心者さんに向けたり上級者さんに向けたり、いろんなジャンルで出していくんで、コメントとかね、で次ね、動画がいいと思っていただけたら、いいねの方もお願いいたします。それでは次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。動画をご覧になっていただきありがとうございました。私がオーナーを務めておりますパーソナルジム上越 YG のことや、個人のインスタグラムの方ももしご興味があればぜひフォローの方お願いいたします。それでは次の動画でお会いしましょう。